特定健診？特定健診？上杉健診なら知ってるけど。特定健診、通称メタボ健診です。今日の探しテレビは国保の特定健診を受けようの話題です。ご案内は探し保険年金課の西山さんです。お願いします。お願いします。まずはこちらをご覧ください。飲みすぎ、食べすぎ、運動不足、不規則な生活の積み重ねは要注意。生活習慣病を引き起こす可能性があります。生活習慣病って怖いですよね。はい。癌や脳卒中など死亡原因の半数以上が生活習慣病なんです。その生活習慣病を早めに発見、予防改善につなげるものが特定健診。対象者は40歳から74歳の佐賀市国保加入者。国保の保険証を見せれば簡単に受診できます。内容は身体測定や血液検査など10項目、基本的な健康診断です。平成23年度佐賀市の特定健診、およそ 70% の人に血糖値の異常が見つかっています。年に一度は体をチェックしましょう。特定健診のご予約は佐賀県医師会成人病予防センターまで。受診料は1000円、平日月曜から金曜まで受診できます。その他がん検診や各種検診も同時に受診できますよ。お問い合わせは佐賀市保険年金課0952-40-7270まで。あなたの健康状態を知り生活習慣を見直す機会、それが特定健診じゃ。お主も受けた方が良いぞ。健診様。